浅水城は青森県三郡後五戸町に所在した日本の城、四古城の候補地。浅水川左岩の丘陵に位置し、車は本極林、二の車、三の車からなる。浅水川を挟んだ対岸には浅水間、工藤屋敷と呼ばれる城間があった。追記時期は不明。 はじめしの兵士がいたと推測される。一時、無本を起こした工藤氏の一族の居城となるが、天文年間に南部氏との交渉に敗れ、その後、戦国期には三古南部氏の支配下となった。三古南部二十二代、正安の三男長吉は、五戸と浅水を治療して、浅水氏と名乗ったが、三古城の南側に屋敷があったため、那伝と称されたの築城と記載。 A6 年間の南部一族内交の際、信長派に属し半春政派となったため、南部春政の攻撃を受けた。南市三代、森吉の頃、天正十九年、久野戸正美の乱において、串引き氏の攻撃を受けたがこれを撃退し、敗走させるが、串引き氏を深追いした森吉は、奉仕丘間付近で壊滅、討ち死にした。その後は、弟の忠義が継ぐ。 寛永8年に、南市五代、南部都市安が24歳にて没し、廃城となったとされる。2021年現在は、八幡宮となっており、参道は途中分岐し、宝福寺に続く。現青森県道142号倉石五湖線が、青森県道233号、浅水南部線に合流する箇所に存在する。青森県道233号、 浅水南部線は国道四号以前の陸海道であり、その南端には本山古城とされる聖樹時間並びに最後の城主、都市の霊廟がある。古陸海道は県道より東側浅水城に隣接する宝福寺前で青森県道二百三十三号浅水南部線に合流し、城の東北東三百メートルの地点から山際を北上。 5個の中心部へと至る。もし仮に、浅水城が4個城であるとした場合、本3個城、4個城、この城が小街道沿いにほぼ一直線に並ぶことになるため、4個城の候補として有力である。一方、浅水川を下るのと並行し、国道454号を東にたどると根城に至る。浅水城より約3キロメートルほど下った。 南岸丘陵に野沢城跡があり、こちらの築城は文明玄関南部重吉とされる。国道4号がなければ互いに見通せる距離となる。ありがとうございます。